よろしくお願いいたします。いや結局これよね、結局これが原点にして頂点みたいなところで、アニメも次回予告が一番盛り上がるんだから、ドラマもいくよ。おえええちょ待って、ちょ待って、これ同時実装じゃない？ええフロイトとジェイド7章くんの公共イベントかと思った、マジで。うわこれ両方引くわ。ちょえそうくる、えまさかのダブルだって。え、なにこれ、どういうこと。だって今まで一つずつだったよね。え、まさかだけどさ、え親族出てくるかな、え両親両方とも出てくる可能性もない。ま、いやマーメイドこれで欲しかった、本当にマーメイドの姿は欲しいよね。こんなに中二病心をくすぐる姿ないんだから、変身が一番いいんだから、やっぱり。うわとりあえず全国の男の子はこのリーチ兄弟引くでしょ。え、マジでいい。え、ってこんなバキバキなんだこの二人って。あ、ジェイドは分かんないか。こんな、風呂でバキバキだね。亀の裏側みたいになってるよね。え、嘘、そうくるの？復刻ポートフェスト。うわ、そうくる。でもツイステ7章だね、実質。実質もうツイステ7章だけだね。うん。うん、バースデーあるけどね、他の人のバースデーあるけど、まあツイステの7章だね基本的に。いやえぐいってこれ。え、しかもえこれさ、アリエルたちの船転覆させたところだよね。え、どういうこと。ええリエル王子来る。いやそれはないか、リエル王子とか。いやすごいなんか、えいろいろよぎっちゃうけど、シャラララララ。え、これボートに多分寄りかかってるよね。なんかイラストだけ見るとポカリスエットの CM ぐらい爽やかなんだけど、え、そんな内容じゃないよね絶対。うわいいな。へえ、うわこれ欲しい。まさかリーチ兄弟どっちも実装するとは思わなかった。故郷イベント来ると思ったんだよね。7章でした。え、なんかさ、畳に来てない ?7 章。続々来てるよね。毎月来る感じ、これ。うわ、リーチ兄弟。え、でもなんだろう、どういう夢だろう、リーチ兄弟って。え、だって別にさ、リーチ兄弟って、なんか悩んでることってないよね。あった？あるか？山のこと？いや、でも山だったら人魚の姿にならないよ。山だったら人魚の姿にならないよね、基本的に。あ、でも、川で人魚の姿とかあんのか？川みたいなとこじゃないしな。え、どういう状況なんだろう。いいじゃない。え、どういう状況これ。え、でもね、今まで7章で全く来なかったから、その親族からがちょっと来るか分かんないよね。誰一人として来なかったから。ああ、あれは来たけど、そのメインのさ、あのイグニとディアソーは来たけどね。でもあの2人はあくまで7章のメインだからね、あの2組は。だからちょっとリーチ兄弟は分かんないけど、同時実装か、どうなんだろう。マーメイドフィン、マーメイドフィンだって。フィンって終わりだよね。え、マーメイド締めってこと。マーメイド締め、え、どういうんだろう。え、夜景綺麗。うわー、これ背景すごい綺麗じゃん。うわ、そう来る？ってか、話変わるけど、スペースマウンテンがもう今日で終わりらしいですよ。なんか、ドキュメンタリーでやってたけど、トゥモローランドって、前に作った建造物って、結局未来じゃなくなってることがあるんだって。そのエリアで。年月が経つと結局もう実現していることがあって、でそれだとトゥモローランドっていう名にふさわしくないというか、トゥモローランドっていう冠らしくないから、なんかどんどんとアップデートするみたいな話は聞いたことあるね。だからトゥモローランドってアトラクションの入れ替え激しい
みたいなことを言ってたよ、ドキュメンタリーで。うわー、このスペースマウンテン終わるから次は海攻めなんだ。